はい、しごです。今日はですね、油の話をしたいと思うんですけれども、不飽和脂肪酸っていうですね、まあ、脂肪酸があるんですが、それはですね、まあ、様々な食品の中に含まれている脂肪酸はですね、まあ、飽和脂肪酸ってものと不飽和脂肪酸ってものがあるんですけども、その不飽和脂肪酸の中にですね、まあ、一価の不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸っていうものに分かれるんですが、この一価の不飽和脂肪酸っていうのは、まあ、オリーブオイルとかですね、それからアボカドに含まれている、まあ、主な脂肪酸なんですね。一価不飽和脂肪酸っていうのは、まあ、どちらかというとですね、健康的なこう油として現在でこう認識されているんですけれども、多価不飽和脂肪酸というのは一般にはですね、加工された、まあ、植物の種の油の含まれている、まあ、主な成分なわけなんですけれども、その多価不飽和脂肪酸に比べて一価の不飽和脂肪酸というのは非常にですね、調理したりしてもこう安定しているんですね。まあ、安定というのはですね、傷んだりしないということです。だからコーン油とかですね、大豆油とか綿実油とかひまわり油などですね、植物の種の油っていうのはオメガ6って言われるような多価不飽和脂肪酸が非常に多くて、まあ、僕たちのですね、こう健康にとって極めてあんまりよろしくないものであるっていうふうにこう認識してほしいんですけれども、その炎症を引き起こしたりですね、まあフリーラジカルを引き起こしたりだとか、それからまあ DNA を傷つけたり、それからがんのリスクを高めるみたいなことですね、研究結果としてまあ報告されていたりしますと。そのオレイン酸っていうのはですね、逆に免疫機能を上げたりだとか、それから病原体を駆逐したりだとか、それからまあ総症の治療を促進したりだとかですね、まあ自己免疫疾患を緩和したりみたいな研究データがあるんですけれども、他にはですね、オレイン酸っていうのはまあ血小板っていうですね、血液を固める成分がですね、血管の壁にこうくっついたりだとか、それから血液が固まるっていうプロセスをですね、まあ阻害することでも知られているんで、心臓病とかですね、脳卒中を予防する効果があるみたいな健康的な効果っていうのはですね、非常にこう言われています。このオレイン酸はですね、例えば血圧を下げたりするみたいなことがあるようにですね、様々なですね、健康効果が示されていたりするんですけども、例えばですね、オレイン酸含んでいるオリーブオイルの摂取と乳がんの間にはですね、明らかにですね、オリーブオイルの摂取量が多ければ乳がんリスクが下がるってこともまあ言われていますし、体の中はですね、まあ LDL コレステロールって言われるものと、まあ、HDL コレステロールって言われるものがありますけれども、有害なその LDL コレステロールの値を下げる、それから善玉と言われるような HDL コレステロールの量を上げるとかね、まあ、そういったこともまあ、オレイン酸の研究データでありますし、例えばですね、大さじ2杯のオリーブオイルを取ることによってコレステロールとかね、 LDL コレステロールがですね、コントロールされたっていうデータもあります。それから血管の壁をね、まあ、保護するっていう作用もありますと。他にはですね、糖尿病のまあ血糖値をコントロールしたりであったりだとか、それから体重の増加をね、まあ、防ぐなんていうのも、これもオリーブオイルでね、データとしてこう出ていたりするんですね。なので、このあたり一価の不飽和脂肪酸のその健康効果と、必ずですね、オリーブオイルっていうのがセットで出てくることが多いんで、果たしてですね、一価の不飽和脂肪酸っていうのがですね、まあどの程度健康効果があるのかっていうことに関してはちょっとね、疑問が実はあるんですね。実際ですね、一価不飽和脂肪酸であるようですね、オレイン酸そのものがですね、健康効果が高いのであればですね、一価不飽和脂肪酸の多いですね、米の油なんかですね、同じように健康効果を示すはずなんですけども、明らかにですね、健康効果が示されているのはまあオリーブオイルなんですというのは、まあオリーブオイルが示す健康効果っていうのは、その、オレイン酸の量というよりはどちらかというとクロロフィルとかね、カロテノイドとかポリフェノールとか、まあそういったですね、抗酸化物質の、まあ、量がですね、圧倒的に多いことなんじゃないかなということが分かってきてるんですね。ですので、オリーブオイルとかですね、まあアボカドオイルってものに含まれているまあポリフェノールのようなですね、抗酸化物質っていうのは、本来は植物のその酸化ストレスからですね、その植物を守るものなんですけれども、実際ですね、人間そのもののその健康もですね、ちゃんと守ってくれるものである、私たちの細胞にとってもですね、まあポジティブな効果を引き起こすものであるよってことが続々とね、研究効果として報告されているってことですね。だからオリーブっていうのはね、まあ地中海、沿岸でまあ最もですね、古くから作られている、まあ、食品の一つで、少なくとも6000年以上前からですね、食用としてこう利用されてきていると。オリーブオイルっていうのはですね、まあ今ではですね、そう地中海だけじゃなくて、例えばカリフォルニアとかでですね、オリーブオイルのまあ、産地なわけなんですけれども、その中でもエキストラバージンオリーブオイルって言われるものですね。それは最もその全てのオイルの中で健康的なものであるということが認識されていると。エキストラバージンオリーブオイルを使ったね、食事、まあ地中海食って言われるような、まあ地中海沿岸の食事ってのはですね、世界で最も健康的な食事なんていうふうにこう言われているわけなんですね。まあ僕たちにとってみればですね、和食が一番であるのは間違いないと思うんですけども、まあ欧米人にとってみればですね、地中海食っていうのが理想的な食事なわけです。オリーブの実というのはですね、非常にこう重要で、その、まあ摘み取ったですね、状態っていうのが最もですね、まあ風味とか栄養素を含むんでいるんですけれども、このですね、オリーブをなるべくですね、早いタイミングで低温で絞ったオイルっていうのがですね、作られることによって、エキストラバージンオリーブオイルっていうのがまあ作られるわけなんですね。ですけども、例えば採取したオリーブがですね、その場で油を取られないとかね、長いこと置いておかれたりするとですね、やっぱり化学的な処理をしなきゃいけなくなっていきます。ヘキサンっていうものを使ってですね、まあ、化学的に抽出したり、まあそうするとですね、まあ酵素が失われたりだとかしますし、それから加熱してですね、様々な過程を踏むことによって、ポリフェノールの大部分がですね、取り除かれてしまったりするわけなんですね。だから、そういった形の、オリーブオイルというのは、オリーブオイルそのものを持つね、健康的な利
利点がほとんどなくなってしまって、標準的なですね、まあ植物油ですね、いわゆるサラダ油とあんまり変わらなくなっているよってことなんですね。だからスーパーの平積みされているのはですね、オリーブオイルには本来のオリーブオイルの健康効果、まあ風味はあるかもしれませんけれども、まあ健康効果をですね、得られるためのオリーブオイルではないよということのしっかりと認識しておいてほしいんですね。オリーブオイルがですね、そのエキストラバージンっていう風にですね表示されるためには、まあ風味がですねしっかりとしていることと、果実のね味がしっかりとしていること、それから苦味とか辛味をねしっかりと持っていることっていうことがすごく重要なことなんですね。多くのオリーブオイルのですね、まあ裏を見るとですね、エキストラバージンって書いてあるんですけども、まあ品質を満たしていなくてもですね、エキストラバージンで書いて良くなってしまっているものですから、しっかりとですね、本物をちゃんと掴んでほしいなと思います。ちなみにですね、あとアボカドオイルっていうのもですね、まあオリーブオイルと同じようにこう健康効果の高いオイルとして知られているんですけれども、オリーブオイルに比べてですね、アボカドオイルっていうのはですね、加熱にすごく強いんで、揚げ物であったりだとかですね、それから、炒め物にはそちらの方が適しているんですけれども、まあいかんせんちょっと値段がね、アボカドオイルも結構高いんです。ですので、まあ基本的にはですね、オリーブオイルをですね、まあなるべくその加熱するときもですね、煙が出るほど加熱しないようにして使ってもらうのが、まあ原始的な使い方なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、オリーブオイルですね、本当に先ほど言ったように偽物をなるべく使わないでください。濃い、色のね、ガラス瓶にちゃんと入っていることですね、まあ酸化ですね、劣化することが、ないようにですね、ちゃんと保存されているものを選んでほしいんですね。透明なですね、プラスチックの容器で売られているものっていうのは、まあ傷んでるものだよと思ってもらって間違いないんで、そういうのは避けるということですね。プラスチックの容器に入っているものはちょっと避けてほしいんですけれども、ただですね、まあ一番ものは何かというとですね、瓶の中に詰められてしまうと、はっきり言ってですね、僕たちがですね、その味覚で認識できるっていうのはですね、なかなか厳しかったりするんですね。だから、舌もあんまり当てにならないんで、まあ確かに美味しいか美味しくないかって重要な要素なんですけれども、本来はですね、その傷んでるか傷んでないかっていうのはデータで示してもらわないと分かんないんですね。だからオリーブオイルに関してはしっかりとそのデータが取られているものを選んでほしいわけです。僕自身がですね、今使っているのは、前のね動画も見てもらって結構ねオリーブオイルのことを検索してもらうと出てくると思うんですけども、ソバハニさんっていう方がね栽培している、まあちゃんとね、取ったばっかりのオリーブをですね低温圧搾して出たオリーブオイルで、その中でもですね、まあオリオヌーボというものをですね、まあ摂取しています。酸度が 0.2% 以下というとね、非常にですね素晴らしいオイルなんですけれども、残念なことにですね、まあ最近はですね、まあ円安の影響もありますし、それからウクライナの情勢でですね、このオイルがものすごく値段が上がっちゃったんですね。だから今年取れたですね、オリオヌーボーの油っていうのは去年よりもちょっと高くなっちゃってるんですけれども、ただですね、油に関しては食品の中で最もですね、まあお金かけなきゃいけないところなんで、その油の良し悪しっていうのは健康状態にすごく影響するんですね。まあ僕たちの細胞の油って油でできてるもんですから、まあいい油を入れてあげることによって僕たちの細胞が元気になるわけなんで、その油に関してはですね、あんまりこの糸目をつけないでほしいんですけれども、今回もですね、まあソバハニさんのご好意で、この動画のですね、概要欄の下のところからですね、購入された方は 20% オフの、リンクがあるんで、それをちょっと利用してほしいんですね。動画が概要欄のページがですね、石黒っていうクーポンを使用してもらうとですね、20% 割引になりますので、ぜひ利用してみてください。ただしですね、12本まとめ買いの時しか適用されないんで、大量買いするかですね、まあ友人とシェアするかしてゲットしてください。そして、今年のですね、そのオリオヌーボーに関しては、本数が少ないんで、予約しないと買えないみたいですね。だから予約販売っていう形で、まずね、予約をしてもらうと、まあ今年絞ったですね、オリオヌーボーが、ご自宅に届きますので、ぜひ味わってみてください。まあ他のオリーブオイルとね、まあ多分ね、味を比べてもらうとすぐわかると思います。味が全然違うということですね。ですので、まあ本物のオリーブオイル、まあどこでもいいですけど、本物であればいいんですけれども、少なくとも、誰がとかね、どのタイミングで、作ったものであるかっていうことがしっかりと分かったオリーブオイルってなかなかないんで、もしね、自分でそういったのを探すのができないよっていう場合はですね、そのオリーブオイル、この動画の概要欄下にあるね、やつを使ってもらうと一番いいかなというふうに思います。今日の話ね、役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。